本日バーミリオン公国の第二皇女ステラ・バーミリオン殿下が来日します。東京の騎士学校波軍学園に歴代最高成績での入学を果たしたステラ殿下は最強の天才騎士と言われており、あ、いらっしゃいました、グレンの皇女ステラ殿下です。殿下、留学への意気込みを。人生は不平等だと考える人がいる。最初に与えられたもので行きつける場所が決まってしまうからだという。よく来たな、ステラ・バーミリオン。理事長先生、よろしくお願いします。天才と凡才、確かにそれは生まれた瞬間に決まる絶対的な序列だ。才能を持たない者は才能に恵まれた者に勝つことができない。進みたい道も諦めるしかない。でも本当にそうだろうか。悔しいか小僧、自分が最弱だってことが。ならその悔しさを捨てるな。そいつはおめえがまだ諦めてねえ証拠だ、自分ってやつをな。来てくれ、インテス。ブレイザー、己の魂を武装として権限させ、魔力で異能の力を操る得意存在。国際機関の認可を受けたブレイザーは魔導騎士と呼ばれる。僕、黒金一騎は魔導騎士を目指している。待ってくれ、君の言いたいことはわかる。僕も見てしまったものを見ていないなんて言い訳はしない。だから僕も脱ぐから、おあいこってことにしよう。知っての通り、この波軍学園は日本にある騎士学校の中でも随一の実績を誇っている。最も強い学生騎士を決める部の祭典七星剣舞祭においても本校の代表が毎年のように優勝を手にしてきた。だがここ数年は芳しい成績を残していない。私が理事長に就任したのはそんな学園を立て直すためだ。その矢先にこんな不祥事を起こしてくれるとはな、黒金。いや不幸な事故でしたね。着替えを覗くだけでもやばいのに自分まで衣服をキャストオフ、これが事故か。50-50で紳士的なアイデアな気がしたんですよ、あの瞬間は。確かにある意味紳士的だな。いや、変態紳士という意味ではなく。じゃあ紳士らしく責任を取ってもらおう。あ、ステラ・バーミリオンさん。ごめん、さっきのは断じてわざとじゃない。でも君を驚かせたのは事実だ。男としてけじめはつける。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。あなた名前は？黒金一騎。潔いのね、一騎。正直国際問題にしてやろうかとも思ったけど、その心意気に免じて私も寛大に応じるわ。ありがとう。腹切りで許してあげる。え？冗談だよね。冗談でここまで譲歩しないわ。大負けに負けて腹切りってこと？好きにしろって言ったじゃないの。言葉のあやだし、そもそも事故だし。はあ？
こんなことで命まで支払えないよ。こんなこと、たかだか下着姿見ただけでしょ。いやだって下着ぐらいで腹切りってさ。あれじゃ、ちょっと行くぞ。覚悟なさい。あんたみたいな変態痴漢無礼のスリーアウト平民はこの私が直々に消し積みにしてあげるわ。待ってよ、スターさん、落ち着いて。人の部屋に忍び込んでこの肌を怪我しておいて、よくもそんな。怪我した？私の裸をいやらしい目で見たくせに、舐めるように、舐めるようにじーっと見てたくせに。確かに見たけど、 あれはそのあんまりにもスタラさんが綺麗だから見とれちゃったんだ。あれ、何を言ってるのよ。巫女の女性に軽々しく綺麗だなんて、これだから庶民は。で、何を。あ、いや、さっき人の部屋って、あそこ僕の部屋なんだけど。この後に及んでまだ。ああ、そういえば言い忘れていたが、君たちはルームメイトだ、今日からな。というわけで質問があります。ん？ルームメイトになるのは同レベルのものでしたよね。なんで A ランクのステラさんが落第生の僕と同じ部屋なんですか？え？あんた落第生なの？うん、ランクは F だし、使える異能は最低限の身体能力強化だけだし、魔力の量なんて平均の10分の1だし、他の能力値も軒並み最低レベルで、ついたあだ名はワースト1。文字通り学園最弱の男だ。ワースト1。そしてそれこそが質問の答えでな。黒金ほど劣ったものは他にいない、バーミリオンほど優れたものもまたしかり、というわけでだ。ま、そんないい加減な。間違いが起こったらどうするんですか。おお、どんな間違いが起こるのかな。え、それは君たち以外にも男女でペアになる者はいる。嫌なら退学してくれても結構。わかりました。ただし同じ部屋で生活するなら3つ条件があるわ。何？話しかけないこと、目を開けないこと、息しないこと。あ、その一輝くん多分死んでるよね。この3つが守れるなら部屋の前で暮らしていいわ。しかも追い出されてる。何よ、できないの？できないよ、最低限息はさせてよ。いやよ、私の匂いを嗅ぐつもりでしょ、変態。じゃあ口呼吸するから。ダメよ、私の吐いた息を舌で味わうつもりでしょ、変態。その発想はなかった。嫌なら退学しなさいよ。そんなめちゃくちゃだ。まあ落ち着け、二人とも。己の運命は剣で切り開くのが騎士道だろ。実力で話をつけろってことですか？ああ、模擬戦をやって勝った方が部屋のルールを決めるんだ。あ、うん、それは公平でいいですね。そうしようよ、ステラさん。はあ、あんた F ランクの落第騎士なんでしょ。言っちゃなんだけど A ランクの私に勝てるわけは。勝負はやってみないとわからないし、僕もそれなりに努力してるから。わかったわ、やってやるわよその試合。でもそれならかけるのはもう部屋のルールなんてもんじゃないわよ。え、負けた方は勝った方に一生服従、どんな屈辱的な命令でも犬のように従う下僕になるのよ。それはちょっとやりすぎじゃ。いいわね。はい、決まったな。それはお前たちに委ねる。これより1時間後第4訓練場にて模擬戦を行う。まったく、なんで私がこんなこと。何がそれなりには努力してるよ。ステラ、もうやめて。そこまでして騎士にならなくとも。いいえ母様、我が国のような小国には強い魔導騎士が必要なの。私は必ずこの力を操れるようになってみせる。そのためなら
そのためならどんな努力だって叩き潰してあげるわ。黒金一騎、見てクレーンの光線よ。お姫様でしかも天才か。いいよね、人生イージーモードで。でもそんな人がなんで。ああ模擬戦だろ、よりによってワーストバント。まさか本当に受けるとはな。いずれは勝たなきゃいけない相手ですから。勝つか、あの子は強いぞ。僕は七星剣舞祭で優勝しなければならないんです。優勝すれば能力値が低くても卒業させてくれるとあなたが言ったから。そして剣舞祭には必ず彼女も出てくる。遅いか早いかだけの違いですよ。間に合った。入学手続きしに来てこんなの見られるなんてついてる。あ、来たぞ。やあステラさん、準備はいいかい。噂を聞いたわ。あんた能力値が足りなくて実践の授業を受けることすらできなかったそうね。魔導騎士を目指すのなんて諦めた方が身のためなんじゃないの。そうかもしれないね。でもこの試合をやめる気はないよ。努力すれば才能にも勝てるって言いたがる口かしら。あなたもそうありたいとは思ってるよ。くそ、くそ、ここまで努力しても才能に負けるのか。してないみたいに。え、なんでもないわ。さあ始めましょう理事長先生。それではこれより模擬戦を始める。分かっているだろうが模擬戦は肉体的ダメージを与えず体力のみを削り合う戦いだ。デバイスは幻想形態で展開すること。来てくれ陰鉄。かしづきなさい、レーバテイ。レッドヘッ。いい判断ね。私のドラゴンブレスの炎は摂氏三千度。まともに受けたらただじゃ済まないわよ。ああやっぱりね。まったくもうクーちゃんったら、こういうことは教えてくんないと。どのみち嗅ぎつけてくるだろうお前は。違いない。にしてもちょいと意外じゃないかい、あの天才騎士ステラパーミリオンがさ。何これ受け流されてる。逃げるのだけはうまいじゃないの。いやギリギリさ、ステラさんが磨き上げてきた剣感じるよ。才能だけじゃない、すごい努力だ。なかなか目がいいのね。でも簡単に見切れるほど私の剣はお安くないわよ。いやもう見切った。私の剣どうした。あんたがそれを。まさかこの試合中に盗んだっていうの。僕は昔から誰にも何も教えてもらえなかったから、こういうことばかり上手くなっちゃってね。枝葉をたどって断りに至れば全てを理解できる、そして超えられる。これが僕の剣術ブレイドスティ。見切ったですって。じゃあフェイントで。太刀筋が寝ぼけているよ。そんなのは君の剣じゃない。この曲げた一撃は致命的だ。ははっ。決まったの。まさか A ランクが。いや見ろ。かっこ悪いわねこんな勝ち方。陰鉄が君を傷つけられないと分かっていたんだね。その上で剣撃を挑んだ。ええ、
剣であんたに勝って私が才能だけの人間じゃないと思い知らせるためにね。でも認めてあげるわ、この一戦私が勝てたのは確かに魔力の才能のおかげだって。だから最大の敬意を持って倒してあげる。確かに僕には魔導騎士の才能がない。だけど引けないんだ。今この場を降りることを、僕を僕たらしめる誓いが許さない。だから考えた。最弱が最強に打ち勝つにはどうすればいいかを。そして至った。一刀しろ。今の何？あ、速くなってる。それに魔力も上がって。上がったんじゃない、なりふり構わず全力で使ってるんだ。だからって。だから、生きる力の全てを一分に凝縮して絞り尽くす。これが僕の編み出したノーブルアーツ。僕の最強をもって君の最強を打ち破る。凡人が天才に勝つには手段になるしかないんだ。そこまで。勝者黒金一騎。いや、今年の代表選抜戦は見物だね。バーミリオン、具合はどうだ？久しく忘れてました。負けるってこういう気分なんですね。あいつは？1分で全てを使い切る1日1回限りの大技、そんな代物を使ったんだ。お前よりずっと消耗してる。ま、命に別状はないさ。理事長先生、一体何なんですか？何とは？とぼけないでください。あれほどの男が F ランクなんておかしいわ。ランクとはブレイザーとしての能力を評価するものだ。実戦力、つまり剣術や体術は評価項目に存在しない。現状黒金を評価できるシステム自体が存在しないんだよ。でも落第なんて。はあ、いろいろと複雑な事情があってね。いや、単純にして古典的な事情と言うべきか。ただ言えるのは、何度もチャンスを不当に奪われながら、それでも自分を信じ自分を高めることをやめなかった、あいつはそういう男だということだ。バーミリオン、今朝君に聞いたな。なぜ留学を望んだのかと。あの国にいると上を目指せなくなるからです。天才という枠の中に押し込められて。とりあえずこの1年、黒金の背中を全力で追いかけてみろ。それはきっとお前の人生において無駄にはならないはずだ。この人の背中なのね。まずいわ。そうよ、こうすれば。あれ、私の下着姿を見たんだから、お愛好よね。これが男の人の体。すごい、なんてエネルギー。私どうしちゃったんだろう。いや、それは僕が聞きたいかな。ステラさん、何やってるの？これでよしっと。
ありがとう。大した傷じゃなくてよかった。ごめんなさい。え？私のことを枠にはめる人たちを軽蔑しながら、私はあんたを枠にはめてた。本当に見ようとしてなかった。もしちゃんと見てたら、あんな負け方しないもの。私の乾杯よ、一気。そっか。じゃあステラさんは僕の下僕ってことでいいんだよね。え？勝った方は負けた方に生涯服従でしょ。え？あれはその言葉のあやで。言うこと聞いてくれるんだよね、何でも。何でもはダメよ。ダメだからね。へえ、バーミリオンの皇族は自分から言った約束も守ってくれないのか。誰が守らないって言ったのよ。いいわよ、下僕にでも犬にでもなってやるわよ。何でも言うこと聞かせればいいじゃない。エッチな命令聞かせればいいじゃない。変態、バカ、大嫌い。何よ。じゃあ命令なんだけど、ステラさん、僕のルームメイトになってよ。あ、ステラさんともっと仲良くなりたいなって思ってさ。仲良くって、巫女の姫にそんなこと。ほんとデリカシーないんだから。やっぱり嫌かな、男と一緒の部屋なんて。それならもう一度理事長に言って。嫌じゃない。え、いいの？言っておくけど命令だからよ。私は別に仲良くなりたいなんてこれっぽっちも思ってないんだから。これからよろしく、ステラさん。ステラ？え？そう呼ばないと。よろしくしてあげない。じゃあよろしく、ステラ。仕方ないわね。神を目指すのさ、 A brave new world、 情熱の切っ先で、この場所に刻むのは It's my soul、yeah、誰にも触れさせないアイデンティティ、共鳴してく鼓動、運命はこの一瞬で決まるだろう。だから今打ち破るのさ、そう明日を探る想い道路、全力で自分使い尽くせ、研ぎ澄まされた心で一撃で突き破るのさ、そう未来を拒む熱い道路、起死回生その時が来たのさ、土壇場のクライマックス。だから今打ち破るのさ、そう明日を探る想い。